ニキビができやすい方っていうのはですね、絶対に取ってほしい栄養素っていうのがあります。特に絶対諦めないで、絶対治るから。はい、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。今日はですね、ニキビができやすい体質の人でもどうか諦めないでほしいっていう願いを込めてですね、配信させていただくんですけれども、ニキビって悩んでる人がめっちゃ悩んでると思います。ニキビができやすい体質の人っていうのももちろんいると思います。皮脂がものすごく多く分泌されてしまう体質の人とかね、皮脂腺がそもそもちょっと一人多いとか、遺伝っていう要素も多いと思います。自分はもうダメだって、ニキビ治んないんだっていう風に思わないでほしい。ニキビはいつか必ず治ります。ニキビは病気ではないんですね。病院に行かなければいけないぐらいのところまで悪化してしまう人もいるけれども、そもそもはニキビは皮脂が出て毛穴が詰まってしまって、で毛穴のところにどんどん皮脂が溜まっていってしまう現象を言ってしまえばそれだけのことなんですよね。皮脂が溜まらせないようにするっていうことも施策としてできるし、皮脂が出すぎないようにするっていうこともできるし、あとはできちゃったニキビを速やかに鎮静させていくっていう、一筋縄じゃいかないことももちろんありますよ。口で言うほど簡単じゃないって思ってることもあると思う。でも現象から見てその施策を考えればちゃんとした対処法があるんですよね。一番簡単なところだけ3つお伝えしていきたいと思います。今日は本当に本当に初歩編ですね。まずニキビかな、どうかなって疑ってみることもね、してもらいたいんですよね。これまたちょっと別枠でお話ししますけれども、ニキビって大小を取り混ぜて赤かったり白かったり大きかったり小さかったりランダムにできるんですよね。ニキビってもう一個ニキビとよく似た症状で毛包炎っていうのがあります。マラセチア毛包炎が有名です。赤くてちっちゃくてブワーッとできるんですね。それはニキビじゃないんですよね。原因はカビだったりするんですね。ニキビのお手入れしてても絶対に治んないのがマラセチア毛包炎です。うちのね、スタッフさんにね、マラセチア毛包炎去年になってニキビだと思ったけどニキビじゃなかったっていう、マラセチアとニキビは違うっていうね、そもそも自分の症状ニキビなのかっていうことを踏まえた上でニキビだったらっていうお話で進みたいと思いますね。パッと見一括りにニキビっていうけど、思春期ニキビなのかアダルトニキビなのか、できる場所も違ったりするし対処法も違うのね。ニキビを一括りに言えないんですよ。大人のニキビっていうのはこの辺にねできることが多いんですよね。思春期ニキビって額にバーッとできることが多いですよね。思春期のホルモンバランスによるものなんですね。あと受験勉強とかの寝れなかったりストレスだったり、少し大人になっていくと治ったりするっていう風に踏まえて、私の YouTube チャンネルを見てくださってる方は大人の方が多いので、大人になってからのニキビの方に向けてちょっと配信させていただきますね。気をつけてほしいって思うことを3つお伝えするんですけれども、一番最初にメイク用品をね、ほんと見直してもらいたいです。皆さんね、ニキビを隠そうと思ってどんどんと厚塗りになっていることが多いと思います。ファンデーションとスポンジをこう塗ってここつけて、こう塗ってここつけてってやって、このまんまここに戻してますよね。特に危ないのがクッションファンデです。クッションファンデはここがねウェットなんですよね。湿度がすごいあるの。これはねサラサラしています。ドライですね。こちらの方がまだマシで、ウェットタイプのクッションファンデっていうのはこの動作を繰り返してここに戻すっていうことをするとものすごく雑菌が繁殖します。ニキビにはめちゃくちゃ良くない環境です。それを使って全員がニキビになるわけではないです。でも何かがトリガーとなってニキビを発症するんですよね。ニキビを発症してしまったら今度は増殖します。増殖をどんどん加速していってしまうのが、スポンジの方とかに増えてしまったアクネ菌だったり、マラセチア菌だったり、黄色ブドウ球菌だったり、そういうものなんですよね。仮にスポンジを洗ったとしても、こっちもスポンジじゃないですか。こっちのスポンジを洗ったら中身がなくなっちゃうから普通に洗わないですよね。洗わないからこっちだけ洗っても片手間なんですね。どんどん増殖していく。ニキビ後できてしまった方はクッションファンデ私は NG だと思います。使わない方がいいと思いますね。例えばですけど、リキッドみたいなものの方が衛生面で言えば菌は繁殖しないですね。菌は繁殖しないけれども、表面を油で覆ってることになるから毛穴が詰まるっていう状況を
できやすくしますね。もしかしたらクレンジングで落としきれてないかもしれないし、使ってるクレンジングがオイルクレンジングだったらオイルが毛穴にまた残るかもしれないですよね。悪循環になってしまいます。隠したい気持ちは山々だと思うけれども、メイク重ねてね、どん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 とコンシーラーからリキッドファンデからクッションファンデからって言ってどんどんと隠してしまう厚塗りっていうのは本当に気をつけた方がいいです。やめた方がいいです。あともう一つ、結構20代の方に多いかもしれないんですけど、化粧品の消費源っていうのかな、何年も使っている方って多いかなと思うんですよね。実は私が20代の頃そうでした。もったいないから、あるうちは最後まで使っちゃおうっていう風に思ってました。でも化粧品はね、ある程度早い段階で一回こう使い出したらですよ、使ってなければいいです、2年とか持ちますけれども、使い出したら早いうちに回転させるのが王道です。6ヶ月以内には使い切るように、何年も使わないようにしましょう。もちろん衛生的にね、スポンジやハケはよく洗いましょうね。2番目はですね、食生活なんですけど、ニキビができやすい方っていうのはですね、絶対に取ってほしい栄養素っていうのがあります。特にビタミン B 群、ビタミン B2 とかビタミン B6、 これはマストです。必須。ビタミン C だってマストなんですけど、特にニキビができやすい人、皮脂がバンバン出やすい人っていうのはビタミン B2 が欠乏してることが多かったりする。食べ物で十分に補えないと思ったらチョコラ BB さんを飲んでください。チョコラ BB はね、もうビタミン B に特化してますね。肌荒れのための薬ですよね。それに美白とか入れたいんだったらビタミン C だとか、抗酸化のビタミン E だったりとか、代謝を助ける A だったりとか、そういうのも入ってきたりしますが、もしこれを見てるのお母様だとすれば、お母様ぜひビタミンマストです。それをね、心がけて食卓の上に登らせてあげるようにしてください。あとね、亜鉛もできたら取ってください。あと脂っこいものは極力控える、糖質の多いものもできれば控えるっていうことを心がけてください。特に酸化した油がめっちゃ悪いですのでね、酸化した油を取らないように、あと後ろを見て植物油脂って書いてあるものを極力食べないようにですね、気をつけてください。いい油で調理する、ちょっともったいないかもしれないけど、オリーブオイルでたくさん使わなくてもいいじゃないですか。ちょっとだけ使えばいいと思いますよ。食べ物するんでもサラダにするんでも、ドレッシングはいい油使うようにしてくださいね。3番目なんですが、いろんな美容液、ニキビに効くっていうの出てると思うんですけど、何を使っていいかわからないっていう方も多いと思います。王道はビタミン C って言われますが、もしビタミン C を使っても一向に治る気配がないなって思ってる方がいらっしゃったら、マネキサム酸配合の美容液を使ってみてください。うちで取り扱ってるものトラネキサム酸としては、ここにリッチホワイトっていうのがあるんですけど、これはトラネキサム酸配合なんですね。トラネキサム酸ってどっちかっていうと美白だったり乾パンに効くって言われているものだと思ってると思うんですけど、抗プラスミン効果って言って、プラスミンってタンパク質を分解する過程でね、サイトカインっていう炎症性物質をね、ブワーっとこう撒き散らかしたりするものなんですけど、そのプラスミンを抑える効果があるんです。肌ってタンパク質の分解って常にされてるじゃないですか。たまたまそのバランスが崩れてサイトカインをバーっとこうプラスミンが出すとする、そのプラスミンを抑えると肌の炎症が抑えられて肌荒れの防止になるんですね。ニキビにも最近の研究ではいいとされています。ビタミン C っていうのは万能だし、皮脂のコントロールもできていいんですけど、保湿をしないんですよ。乾燥しちゃうんですね。大人ニキビの方っていうのは乾燥からバリア機能が弱くなってっていう人が結構多いので、しっかりと保水をしてたっぷりとお水を与えてあげるっていうのはもちろんなんですけど、その上からトランサミンみたいなので炎症を抑えてあげるっていうね、そういうのもね、一策としてありだと思うんです。まずはビタミン C 試してみてもいいと思います。でももしかしたらそれが乾燥を助長させることになってしまって、乾燥しすぎてしまうと皮脂をたくさん出して肌を守ろうとするから、皮脂が出てしまってニキビになっている、そもそもの原因は脂っこいんではなくて乾燥肌だったっていう、難しいですね。理論が難しいです。大人ニキビの方は特に思春期ニキビのように一筋縄じゃいけないんです。乾燥してしまってバリア機能が崩れているから、それを守ろうとして皮脂が出ていることによるニキビっていう、そういう現象だったりすることを考えると、トランサミンが有効かもしれないっていう話です。押してもダメなら引いてみなじゃないですけれども、ビタミン C で効く人もいれば、それがダメだった
というならばトランサミン、リッチホワイト、すごくいい美容液で余計な肌を傷める物質も入ってませんのでお使いになってみてください。聞けばいいな、皆さんのために。これは本当に初級編です。たった3つしかお伝えしていない。まだまだ奥が深いです。梅雨時期から夏っていうのはね、皮脂の分泌が活発になってニキビが悪化してきますよね。ニキビについてはね、これからも時々お伝えしていきたいなっていうふうに思います。絶対諦めないで、絶対治るから。何が自分に合ってるか、ここを見極めるのが難しいっていうだけで、自分に合った方法が見つかれば治っていきます。だから諦めないで頑張っていきましょう。はい、というわけでぜひ参考になさってみてください。はい、では今日はこの辺で、さよなら。レイテノールが開発したクレンジング&ウォッシュ、もうお試しいただけましたか？優しいのに綺麗に落ちる、潤いが止まらない、そんなお声をたくさんいただいている私たちの自信作です。ご興味のある方は概要欄をチェックしてみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。